そろいいかな。ねえみんな、この後まだ時間ある？はい、大丈夫です。何かありました？ちょっとね、いい感じに時間が潰せたし、準備ができたはずだから。おーい、みんな、用事は済んだのか？はい、今日のところは一旦。お二人も今日はお仕事終わりですか？実はもう一仕事あってな。さあ入って入って。ところはおごりだ。腹いっぱい食ってけよ、みんな。やったー、食べるの大好き。私までいいんですか？ありがとうございます。みんな席に着いたな。それじゃ、今日の主役から一言。はい、あらかじめ原稿を用意してないと。レスナちゃん、頑張れ。今日は私たちのためにこのような会を開いていただいてありがとうございます。不安な気持ちもたくさんありましたけど、皆さんに支えられてようやく夢への立派な錬金術師としての第一歩を踏み出せた気がします。本当に本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。 Thank you.